はい、皆さんおはようございます。ではゴッドオブオーラグナロク引き続きやっていきましょう。ラグナロク始まっちゃいましたからね。うわ、やってる。いっか、こっちよ。はい、ロット進め。前進しろ。まだ間に合うはずよ。そんな。おお。アングルボタン来ると思ってた。おお、っと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 。え、どこ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 。でも他に道はないわ。後ろに気をつけて。後ろから来るわ。ちょっと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 、え、どこどこどこ、あ、こっち。よし、死に物狂いね。この思いが我らの強みとなる。世界を滅ぼす炎の巨人の方が好ましいが、死に物狂いもありじゃな。え、どこ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 、ここ。これ分かりづら。え、どこ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 、あ、ここか。今のはグナ、バルキュリアの新たな情報。面倒なことになる。間違いなくな。ならば急ぐぞ。え、後ろか。え、後ろ、え、後ろ。あ、ちょっと、人多すぎ多すぎ、ちょっと多すぎ多すぎ。強いんじゃ。後ろよ。あ、後ろ後ろ後ろ。うわ、ちょっと。何これ。ヘビー、どうやってここに。トールは任せるか。
やる気ね。見て。お、どうなってんの？ヘビ頑張れ。ヘビ頑張れ、ヘビ頑張れ。ゾエモンやられた。ヘビも残りわずかだ。ヘビ。大きな巨人が来てくれたみたいだ。以前と違うな。そうなんだ。実はこの前、後で話すから。エインヘリアルが転生できぬよ。リンネを断ち切らないと。行け。ドワーフたちはまだなのか。シンドリなら必ずやってくれるよ。兵をかき集め、スバルト・アルフヘイムの塔へ。ラグナロク出して。どうやって壁を破るの？おっと、またこれ来た。兵器を使う。ああ、死に物狂いってことか。アドレス、アドレス、やっちゃって。ただ構える。うわ、ここで来るか。狭い狭い狭い。すげえ、お前じゃ。背後におるぞ。背後背後背後。ちょっと。あ、ちょっと、なん、あ、ちょっと、見て、あの橋だ、崩せそうだよ。え、どこどこどこ？あれか。え、ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと。フェンディル、フェンディル。あ、アングルボザ。そんな、ヴァルキリアも裂け目に飛び込んだ。アトレウス、トム。あの子なら平気。今はそれどころじゃないだろう。たとえ壁をくっつけても。来ない方がいいかもしれん。え、どこどこ、あ、星？分かってます。お前一人か。これ以上ドワーフを死なせはしません。でもシンドリ、黙って。オーディンに作らされたこの兵器を私が壊してやるんです。破壊する前に我身に狙いを変えねば。結構魔人族の尻拭いはドワーフの役目ですしね。え、どこどこどこ。
え、こっちこっち、お、来たねやつめ、やっと現れおったわ。むっちゃでかい。どうするの？え、シンドリ兵器。二度と利用されてたまるか。あれ、人々が。お望み通り。こんなことは望んでないよ。ダメだ。心を無にしろ。心を無に。あれは一体。ミズガルズ人、難民なんだ。でもなんでここに。兵士じゃないのに。オーディンが盾にしたのだろう。え、なんちゅうやっちゃ。すべてを犠牲にし、戦う者たちが勝利をもたらす。でもこんな。何してるの？アトレウス、よく聞くのだ。お前は他人の痛みを感じることができる。その力は誰のためであっても捨ててはならん。私が間違っていたのだ。お父さん、すまなかった。今頃心を開け。素直になったの？苦しむ人々のために。母親もきっとそう望む。そうして我らは成長するのだ。でもどうすればいいの？あいつでかいね。俺なら勝てる。もちろん先にやられなきゃ。攻撃しないの？ラグナロクは来たわ。ようやくオーディンに復讐を。オーディンは止める。だが無実の人々を殺すつもりはない。壁はフリムスルの割れ目から破る。兵もいないのに。アトレウスと私が。自殺行為よ。だとしても復讐ではなく正義のための死を選ぶ。兵器で割れ目を広げられるか試してみましょうか。お前たちは民を安全な場所に避難させろ。任せてくれ。フレイヤとラグナロクを足止めしておくよ。まだ自我はあるはずだ。理性に語りかけろ。大丈夫か？オーディンは決して逃がさん。逃がさぬよ。手を貸してちょうだい。分かっている。ファールキー、やめろ。ダメだ。シンドリと行け。民を助け出したら割れ目で合流する。行け、行くんだ。アトレウス。おっと、アトレウスパート来た。シンドリ、僕の後ろに下がってて。下がりません。私もやります。そうか。あ、熱い。強くない。いえ、ダメです。黙って戦って。あ、ちょっとワンワン。ちょっと
就是就汪汪汪啊就てめえら強い。え、まだいるの？え、どこにいるの？え、もう行っていいんだ、行っていいんだ。うわ、ちょっ。シンドリー！飲まれるな。よし、クマちゃんだ。クマちゃん強い。ちょっと敵多い。はあ。なんです。お礼が欲しい。違う、そうじゃなくて。助けてもらったから水には流せません。わあ、なんかもうシンドリーが固くなだね。もうおびっくりした。まんまと騙された。スルーズ無事だったんだ。やっぱり母様の言う通りだった。あんたも父親と同じだね。私たち全員殺す気なんだ。オーディンだけだよ。死んでるダメ。友達なんだ。この地に終焉をもたらしておいて友達だなんてよく言えるね。悪かったよ。確かに僕は判断を誤った。あんたはそうやって言い訳ばっかり。言い訳する気はない。過ちを正したいんだ。スキャルドは無事？見かけてない。何なのそれ。無事に決まってるでしょ。オーディンはミズガルズ人を壁に並ばせて僕らを阻止しようとしてるんだよ。戦えない彼らを盾にして僕らを食い止めるつもりなんだ。そんなわけないでしょ。あんたの言葉を信じると思う。信じた方がいいでしょう。あ、信じる。オーディンという人は昔からそういう人よ。母様なぜここに。何を。問題が起これば誰かで構わず犠牲にする。ミズガルズ人、あなたの友人、自分の家族でさえ。お父様が立ち向かわぬのならあなたが立ち向かうしかないわ。母様どういうこと。スルフズ、母様もあなたが区界一のバルキュリアになると心から信じているわ。でもオーディンに惑わされないで。でも家族が。オーディンが消えれば家族がようやく一つになれるわ。間違いを正すのよ。壁を守れば生かしてやるって言われたんだ。借りを返せってさ。死ぬ必要なんてない。
だよな。父様が行く手を阻むはず。行って父様を説得しなさい。生き残った仲間を探しましょう。はい。母様ありがとう。気をつけて。やれやれだ。うわ、これからオーディンか。よし、次はオーディンとの一戦になるのかな。じゃあ今回はね、これ一旦終了したいと思います。うわ大変だ、激戦だ。多分連戦になるのかな、きっとね。何かのオーディンも多分、いくつの形態まであるんだろう。まあちょっとそれに備えてね、今回これで一旦終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。木下岩でした。